コートスクエア駅はニューヨーク市地下鉄の複合駅であり、IND クロスタウン線、IRT フラッシング線、IND クイーンズブールバード線が駅舎を共有している。クイーンズクロングアイランドシティのワンコートスクエアの近くにあり、以下の各系統が乗り入れている。コートスクエア駅は以下の3駅を統合した駅である。 ワンコートスクエアにシティバンクのオフィスタワーが開業した際、クイーンズブールバード線とクロスタウン線への地下、連絡通路が作られた。2001年12月16日に、クイーンズブールバード線が IND63 丁目線と直通するようになると、平日運転の G 系統はコートスクエア駅止めとなった。クイーンズ区に向かうクロスタウン線の利用者のため、 フラッシング線への無料改札外の理解が導入された。2011年6月3日には4700万ドルを投じて、クロスタウン線とフラッシング線の間の ADA 対応連絡通路が整備され、両駅ともコートスクエア駅に改称された。一方、ADA 対応でないクイーンズブールバード線の駅は、コートスクエア -23 丁目駅に改称された。 複合駅の開業を宣言するトーマス・プレンダーガスとナイクと会長 IRT フラッシング線コートスクエア駅は相対式ホーム2面2線の高架駅で1916年11月5日に開業した当時は45番ロードマイナスコートハウススクエア駅であった2005年にアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されたホームには 緑色のフレームと支柱で支えられた茶色の屋根とベージュ色の防風兵器が設けられている。屋根はホーム北端の一部を除くホーム全体にかかっている。ニューヨーク市地下鉄で標準的な黒地に白でレタリングを施した駅名標が取り付けられている。ホーム南端の線路下に高架駅舎があり、ホームから一人幅の階段を降りたところに待合所とホーム間連絡通路。 自動改札機が設けられている。改札を出ると、トークンブースがあり、階段で45番ロード -23、長目交差点の北西角と南西角に降りることができる。以前は北東角、南東角に降りる階段もあったが、2011年6月にクイーンズブールバード線とクロスタウン線への改札内、乗り換え通路になった。PS1 コンテンポラリー。 アートセンターは当駅近くの46番街、ジャクソンアベニューにある。IND クイーンズブールバード線、コートスクエア -23 丁目駅は、相対式ホーム2面2線の地下駅である。21丁目と23丁目の間の44番ドライブ沿いに、あり、同線のクイーンズ区内最西端の駅である。1931年から1933年に、かけて、 ルーズベルトアベニュー駅までの東側区間の一部として建設されていたが、まだ周辺の輸送需要が少なかったことから未完成のままであった。その後、沿線地域での商工業が発展してきたことに伴い完成させることになった。クイーンズブールバード線の初期開業区間やクロスタウン線の開業から6年遅れる1939年8月28日に23丁目。 エリーアベニュー駅という駅名で開業した。エリーアベニューは20世紀初頭まで23丁目の名前であった。動く歩道ホーム壁面には黒い縁取りのスカーレットレーキの応線が引かれており、黒と茶色の地に白の3セリフ体で 23RDST、イーリーアベニューとレタリングを施した駅名表がスカーレットレーキの円に合わせて取り付けられている応泉と 駅名標の下には小さな方向表記があり、23RD と ED の駅名が黒い縁取りの白いレタリングで交互に描かれている。また、ホームには等間隔で赤い合い傾向の柱が立っており、一本置きに黒地に白のレタリングを施した駅名標が取り付けられている。駅にはエントランス、出口が3つあり、終日営業しているのは北端の出口である。 各ホームから階段を上って、ホーム間連絡通路に出ると、マンハッタン方面ホーム側に、出場専用自動改札機と通常の自動改札機が各1台あり、階段で44番ドライブ -23、長目交差点の北東角に出ることができる。ホーム間連絡通路のフォレストヒルズ、方面ホーム側には、IND クロスタウン線ホームへの長い連絡通路がある。シティバンクが、 ワンコートスクエアにオフィスタワーを建設した際、通路は二手に分かれて、自動改札機とトークンブース、階段2本を備えた終日営業の改札口が設けられた。一つは、エスカレーター2本を備え44番ドライブ南側のシティバンクのオフィスタワー構内に直接出ることができ、もう一つは平日のみ営業でワンコートスクエアのエントランスプラザに出ることができた。 エスカレーターのセットは通りに出る階段とは反対にビルのロビーに出るようになっていた。改札口には火が差し込み、通路にはニューヨーク市地下鉄で唯一の動く歩道が設置された。これらは2001年12月に GK 統が平日に投駅止めになるのに合わせて導入された。二つ目の改札は南端にあり、ホームから一人幅の階段を上がると、 構成フェンスで仕切られたホーム間連絡通路に出る。マンハッタン方面側には自動改札機とトークンブースがあり、階段で21丁目から44番ドライブ交差点の北東角に出ることができる。一方、クイーンズ方面側には出場専用自動改札機が2台あり、階段で21丁目から44番ドライブ交差点の南東角に出る出ることができる。 いずれの改札口にも IND スタイルの方向案内用モザイクが設けられている。当駅には芸術作品が2点展示されている。1点は1992年にフランクオルトが制作したテンプルクワドリリーフスでガラスモザイクと統制タイルで構成されておりホーム壁面に展示されている。もう1点は2001年にエリザベス・マレーが制作したストリームズで ガラスモザイクからなり乗り換え通路の壁面に展示されている。IND クロスタウン線、ホートスクエア駅は、島式ホーム一面二線の地下駅で、1933年8月19日に開業した。GK 島の北端駅で、終日発着している。GK 島は当駅止めだが、線路は北に続いており、クイーンズプラザ駅の南で、 クイーンズブールバード線の本線に合流している。この区間は現在定期列車は運行されていないが2010年4月19日まではホレストヒルズ -71 番街駅までの列車が多数運転されていた。ホーム壁面の上端には黒い縁取りの緑色の帯が描かれており、その下に黒字に白でコート S q とレタリングを施した。 小さな駅名標が取り付けられている。ホーム両脇には緑色のアイ傾向の柱が等間隔で並んでいる。ホームからメザニンに上がる階段が3本あり、メザニンにはクイーンズブールバード線への改札内連絡通路が設けられている。改札口はいずれも無人で自動改札機だけが設けられている。メイン改札にはジャクソンアベニューマイナスコートスクエア交差点の 南西角に出る階段がある。2001年12月にクイーンズブールバード線が63丁目連絡線で IND63 丁目線と接続された際、メザニンの北端に無人改札口が新設されて IRT フラッシング線との改札外の理解ができるようになった。また、ピアソンストリートのジャクソンアベニュー北側寄りに階段が設けられて、 IRT の駅から直接外に出られるようになった。2011年6月にはこの乗り換え口には囲いが設けられて改札内乗り換えができるようになり、エスカレーター2本とエレベーター1機が新設され、さらに階段1本で両駅にアクセスできるようになった。ただし、ADA 対応なのはフラッシング線のみで、クロスタウン線は今後対応の予定である。 クロスタウン線ホームの g 系統 R68 電車。ウィキメディアコモンズには、コートスクエア駅に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。